い、どうもこんばんは。10月6日金曜日深夜23時を回りました。今夜もニドネワークスの制作でオルタナティブスペース湯気の運営をしております。はい、私小西睦月と私山口圭人がお送りしていきます。この後24時頃までお付き合いください。いや、言うてる場合じゃないですよ。言うてる場合じゃないんですか。何ですか。いや、なんかね、うん、さっき蒼さんがあのカップヌードル食べてたわけですよ。うん、食べてましたね。でシーフードヌードルってエビ入ってないみたいな言い出して、いやいやいや、なわけないですやん、うん、シーフードヌードルにエビが入ってないなんてなこともうありまへんやお兄さんつって、ちょっと微妙な言ってたんですけど、微妙な感じで、どうやら成分表見てみたらエビが入ってないと、うん、いやいや絶対記憶ではカップヌードルにエビ入ってた。ほう、よくよく思い出してみたら醤油ヌードルにはエビ入ってるけど、あー確かにね、シーフードヌードルにはエビが入ってないっていう、うん、なるほど、これどういうことかねってなりまして、はい、あれはねちょっと一回日清さんに問い合わせた方がいいんじゃないかなと思ってるところでして、今日の放送はちょっとこのぐらいで切り上げさせていただいて、おい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 、薄い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 トーク、薄いトークや、有識自体やなと思って。いや、言うてる場合じゃないでしょ。なんかありました。髪の毛、髪の毛、私のあ、髪色変えたじゃない。なんかちょっとまあこれ変わったかもしれないです。ちょっと前よりね色がより明るくなって、あ確かにね、このハイライトというかこの色のね、そうね、色の抜けてる部分がね、前回なんか茶髪にしましたみたいな言うてましたね。面積的にほら、ね、増えてるじゃないのこれ。いやいや、びっくりしました。湯気来た時にあの関係ない大学生が来ちゃったのかもあ、すいません、ここあの湯気っていう場所でって、そうですよ、説明しないといけないかなと思ったんですけど。危なかった、危なかった。いや、染めてきたんですか。ああ、そうですね、もう抜いて染めて染めて抜いて、うん、切って、もういろいろやってきましたよあ、行きつけの美容室でね、美容室でね、あ、うんうん、あ、ちゃんと美容室でね染めてもらって、あ、じゃあこう勝手に自分でブリーチで風呂場でやったとかじゃない、マニパニで染めたとか。あ、違うちゃんと美容室でやってきましたよ。大学生みたいなことをやってるわけではない。いや、違います、うん、調子乗ってるわけじゃない。あ、調子には乗ってるかもしれない。いや、でもどうですか、僕その髪染めたりなんだりとかいうの全くしたことないんで、はいはい、なんか美容室でどういう感じなのか全然知らないんですけど、はいはい、どんな感じなんですか。まあ、美容室ではやっぱ基本的に、うん、あのいかにあの場をこう滞らせずスムーズに話を進めていくかっていう、ね、うん、その辺は山口君は確かに得意そうよね。そうです、うん、やし、あれよね、きっとそのだんだん仲良くなってったりとかもするでしょ、知ってくれてる人とかね。もうどのぐらい同じ場所を使ってるの、それ。もうね、だからかれこれ京都に来て半年ぐらいで行き出したから。ああ、じゃあもう1年以上。そうですね、もう2年ぐらい。2年ぐらいか、うん、そうかそうか、早い。2年ぐらい行ってますね、うん、じゃあもうめちゃくちゃ仲いいんじゃないですか。まあまあまあ、美容ね、それこそ美容師さんがね、うん、こう、まあ、大体みんなね毎回やってくれるわけでしょ。ちょ、いや、その、ま、ちょっと毎回っていうとちょっと語弊があるというかちょっとまあややこしいねんけど、うん、あの俺あのまあその行きつけのね、はいはい、馴染みの美容師さんいるんですけど、うんうんうん、基本最初にしてもらった人にずっと、あ、そう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 っていう人とかね、うん、あ、まああと自分がこう狙って、あの子なんかえインスタとかで見つけた美容師さんとかをちょっともう狙っていったりとかする人もいるみたい、ね、こう指名するみたいなね、そう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 、この人にやってほしいですみたいなね。俺あの2人の美容師を交互に指名するっていうキッショイ使い方スタイルで切らせてもらってました。ないです、そういうスタイルとか誰もやってないから、それスタイルっていう、まあ、しかもまあほど形になってない、まあ、より気色悪いというか、まあ、どういうことってなるのが、うん、別に俺が狙ってやってたわけではなくて、うんうん、むしろ美容師さん側から、うん、あのえスワップしますみたいなご提案が、交互にやりましょうかみたいな、交互にしてくださいよっていうお願いを受けて、そんなことある、交互にすることになったんですよ。え、まだその要は最初に行き始めた、うん、それこそ小西くんが言ってた最初に行き始めてた人、うんうん、一発目、うん、お店にいたもう一発目か2回目に行った人が、うん、こうなんかまあ一回やってくれて、あ、すごいいい感じで、うんうんうん、あ、これも続けていこうと思って、うん、そこでは僕指名なしで、
やったんですよ、うんうん、でもう一回行った時も指名なしでした、また今度別の人で、あ、ね、で別の人でまた次行く時、うん、これも指名なしでやったら今度その最初の人、最初の人かと思いきや、うん、その最初の人じゃないその2回目の来た人がもう一回連続できたんですよ。ああ ABB になってるわけや。そうそうそうおーなるほどと思って、うんうんうん、で指名なしでまたそれでまた何ヶ月後かに行って指名なしでやったら、うん、ABBB できたんですよ、うんうん、でここ で, でそう、うん、ここで B で指名すればええやんってなるところがやっぱ、うん、A もやっぱ A なりに、うん、山口取られたってこうなるか私の山口1回だけやん、そのあと3回は B なんやろ。あごめん AABBB やったから AABBB、ね、そうそう、だから、うん、お互いにこういい顔しちゃったもんだから、あじゃあ私が触れ下ろしをしたのにそのあそうそう別の人に持ってかれたみたいになってるわけ、 A の人はね、うん、ってなったもんだから、うん、でそもそもあんまり指名あのこんだけ連続して、まあ、言うたら5回ぐらい来てんのに、まあ、言うたら1年2年ぐらい行ってるのに、うん、もう指名せえへんお前はどういう気持ちやねんみたいなそもそも逆にね、そうそうそう、大体もうそのあじゃあこの人でもう指名しようかなって、そうそう、だから繰り返し来てるんだよっていうのが普通なんですけど、うん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 、僕はもう狂ってるんでその辺指名とかせえへんと、そうてかむしろでも自分を実験台にしてほしい、だからその新しく入ってきた美容師さんとかが山口でちょっと実験してみようってなってほしいからもう便利に使ってくれと、そう指名なしにしてたんですけど、うん、それならまあ指名しようかと、でもその指名に対する恥ずかしさもね山口あったんで、うんうんうん、こう2人交互に指名するってもう向こうが決めてくれたらこっちも恥ずかしげもなくこう指名するのができるなっていうのでその2人指名ローテーションシステムになって、はいはいはい、もうじゃあ山口くん用のシステムだ。そうです本当になるほどね。え、まあ、コメントでエピソードを全て通してうっすら嫌だなっていうありましたね。そうね、なんかこうセフレ回してるみたいな聞こえ方するよねなんかちょっとね。そんなことないです、そんなことないですよいやでもそれはあれね、やっぱこう山口くんの髪はもう私が切りたいですって2人が同じぐらい思ってるから、まあそうですよ、折衷案として、うん、じゃあせめて交互にそうです山口くんの髪切らせてもらおうっていうなってるわけ。でじゃあその前回の放送の時にさ、はい、ちょっと髪の色茶色くなったみたいなやってるじゃない、うん、はいはい、その時に茶色くしてくれた人と、うん、今回このまあちょっとこうハイライト入れたみたいな、うん、ちょっと金っぽくなりましたけど、はいはい、それをしてくれた人はまた別ってこと？別ですそれはいけるの？なんかこうむずくない？あだからそこはやっぱその A さんも B さんもやっぱ連携取ってくれ、うん、連携取ってるの？連携取ってくれいいやんカルテみたいなやつとか見てね、そんな必要ないやん、前こんな感じやったんっつって、うん、でだから A があんな感じでやってんやったら、うん、私はこういきますみたいなその B のライバル意識もね、そこでちょっと切磋琢磨できてんねん。そう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 じゃあそれはまあ有意義か。そうですね、うん、だからそれもあってやっぱその意外といいシステムだって、うん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 、やっぱその3人ぐるみでやっぱ山口をよくしていこうっていう山口くんはそのこう体をね差し出して、そうそうそう、実験台にしてほしい、うん、A は B に負けないように、うん、B は A に負けないようにと髪を切って髪を染めて、そうです、やってるわけだ。そうなんございますじゃあまあこれ本当にもうあれね、 C が登場した時どうなる、そうですよ、ね、危ない、もうそのもしかしたら新人さんちょっとやってみるって、うん、ありえるかもね、なるかもしれないし、逆に A と B がちょっと新人には山口くん触れさせたくないってなるかもしれんし確かに、その A がやっぱりもう B にも切らせたくないなってなっちゃう可能性もあるしね。確かにね、うん、だそれこそそうなったら奪い合いでね、今コメントにもあったけど、うん、右半分 A 左半分 B っていう可能性も出てくる。なるほどね、うん、あじゃあヒカルもそのシステムで髪切ってたから、あなるほどねこっち黒でこっち金でって、うん、そういうことやったんですか。光るシステムで美容室光るシステムで言ってるんやな、うん、じゃあすっきりしたということで、今週も行きましょうかそれではそろそろ参りましょう。小西と山口の歌たね。
すっきりしたところでっていうよりもさっぱりしたところでって言った方がなんかちょっとスマートやったかもね。おお、髪の毛切ったからね。髪の毛切ってみたいなね。あ、確かに。なんかちょっともう一回いきましょうか。というわけで、さっぱりしたところでうまいこと言いましたね。そろそろ参りましょうか。うんこにした山口の歌だね流してくれるやん。そうさんはねしてくれるやんね、ちゃんとね。さっぱりしましたわ、うん、さっぱりしましたね、うん、というわけで、オープニングを2回流し、うん、SE できたての時のふざけ方だけどねこれオープニングを2回流し、うん、しかもねオープニングトークもまあまあ時間をかけたアイドリング、うん、そこそこしておりますので早速タイトルコールに参りたいと思います、はい、今回何をやるんですか。今回の企画はドギマギ山口制作委員会や。ポポンなんかなった、小包み持った妖精がいたよ今。ちょっと自分で SE をやってみましたけれども、うん、あ、俺歌った方がよかった今回も。あ、違うミスチルはいい、満金のミスチルはいいのよ。ギフトとかを、満金の桜はいいのよ。花火あたりの方がよかった。大丈夫です、もういいです。大丈夫です、今後一切いいです。金輪際いいです。すいませんね、もう皆さんにちょっとあのミスチルをお届けする機会ないかもしれないです。本当にごめんなさいね、さっぱりしたところで終、はい、りたいと思います。今回の、ね、はい、企画ドギマギ山口委員会制作、ね、うん、ドギマギ山口制作委員会ですね、昔、うん、1年前ぐらいですかね、ラジオドラマをね、うん、CM にしようと、うんうんうん、でそれをこういろいろこんな、なんだエピソードでラジオドラマやってみて CM にするみたいな、ね、うんうん、逆にもう話は全然脈絡もないけどなんか僕らと、はい、僕と小西くんがこう2人で掛け合ってるみたいな CM を作るみたいなことやってたんですけど、うんうんうん、その中で登場したのが、はい、そうドギマギ山口という、あ、 ありましたね、うん、恋愛ゲーム、うんうんうん、このね架空の恋愛ゲームがこうまあそのラジオ CM に、うん、ジングルか、ラジオジングルに颯爽と現れまして CM みたいなやつがね、そう、うん、そこからねまあそのドギマギ山口1、うん、ドギ山口2と、なんか2が勝手に送られてきたよね出来上がってきてうん、うん、僕らもまあ楽しんでたわけですよ。そうね、そうね、うん、次はどんなドギマギ山口が来るんだって、うん、そうそう、なんか確か1を送ってくれた人と2を送ってくれた人別だった、あ、なるほど、ね、だと思うんだよ確か、うん、で、あ、じゃあリスナーが勝手に続編を書いていく感じねみたいな。そうですよ、うん、ガンダムみたいに、そういろんな人がね続きを作っていくみたいなと思ってたら、うん、思ってたら、2でパッカリ打ち切り、打ち切りとかね、興行成績が良くなかったんかな。そうなのかね、アメイジングスパイダーマン2みたいな感じになりましたけれどもあんな3作りそうな終わり方やったのに、ね、そうなんです。で、うん、このままじゃいかんと、うん、というわけでもう番組自体がもうやろうじゃないかというような、うん、なるほどね、こう、はいはいはい、運動を起こそうと思いまして今回のこのドギマギ山口制作委員会の総会を、うん、企画として挙げさせていただいたわけでございます。ぐちゃっとなりましたけど、うん、まあ、ちょっとどんなやつやったか、そう、まあね、喋っててもね、あんまりこうピンとこない人もいるかもしれないんで、うん、今回ね初めて聞いた人もいるかもしれないですし、うん、というわけで過去のドギマギ山口ジングル、あ、流していただけるんですね、ちょっと聞けるみたいなんで、はいはいはい、ちょっと聞いてみましょう。はい、お願いします。お願いします。あのマウンテンマウスから待望の期待作ついに発売。今作の舞台は学園、多くの出会いがあなたを惑わせる。おい、また寝坊かよ、遅刻すんぞ。お前最近練習頑張ってるな、大会近いからって無理すんなよ。高校3年間の大ボリュームのシナリオ、そしてさらにあなたの心を揺さぶる真心チャットシステム。先輩、今日部活終わりにデートしましょうよ。学校以外の時間も山口との距離を縮めよう。あなたとこの生徒会の職務につけること、私は嬉しいですよ。あなたを取り巻く4人の魅力的な山口、そして迫る地球の危機。先輩は俺が必ず守ります。ドギマギ山口2022年春発売。小西と山口の
歌だね。はい、これとりあえずね、ワンですよ。ワンです、うん。懐かしいですね。懐かしいですね。いや、甘酸っぱいですね。学園、うん、学園もの。これやったね、中学の時。やったね。やったわ、ずっとやってたわ。俺はね、もうずっとね、最後のね、地球の危機。そう、あれをね、回避するのがめちゃくちゃむずいのよね。誰はやり込み要素やったね。まさかあそこでこう来るとはね。そうあれで 100% イベント回収して、うん、やっと地球の滅亡回避エンドみたいなね、トゥルーエンドみたいな。そこが難しいのよね。あれがね、本当に難かったね。いや、いいですね。いや、やったわな。チャットシステムもあれ良かったわ。うん、あれでね、結構そのチャットのシステムが、うん、よくできてたのよね。そうね、そう、今でこそさ、AI チャットみたいなのがあるけど、ね、あるけど、うん、定型文のやり取りみたいな感じじゃなくて、そう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 、めちゃくちゃいろんなパターンの会話ができたから、いや、当時にしてはね、すごい技術やった。そう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 、あれ、なんか噂によると、うん、ちゃんと山口が全部返してたらしい。ワンオペで、そうそうそう、中身生身の人間やったん。そうらしいよ。そんなトリリオンゲームの最初のあの女の子の仕事みたいなことやってたん。すごい、もう労力やったんですよ。すごいな。あ、そうだ、その、うん、言ったらこの一作目ね、うん、送ってくれた方の名前はパッと誰か覚えてますか？いや、何やったっけ。いや、全然覚えてないですね。地球の終わりとか言ってるから、もしかしたら春巻きうどんかもしれない。確かにね。もしかしたらね。もやし大臣ね。うん。全然地球の終わり感なかったね。全然メールくれてない。みんなが続き書いてくれないから。もやし大臣。うん、もやし大臣もしかしたら今3作ってるかもしれないですね。確かに。うん、ちょっと2つ目も聞きましょう。そうね。ロギマギ山口2。お願いします。かつて多くの人々が涙を流したあのマウンテンマウスからついに続編制作決定。はじめまして、301号室の山口です。ご近所同士仲良くしていきましょう。管理人の山口です。何かあったら気軽に管理人室に来てくださいね。本作の舞台は一人暮らしの新生活。引っ越したてのあなたにさらに多くの出会いが訪れる。303号室の山口です。これ、ナシゴレン作りすぎちゃって、よかったら一緒に食べませんか。さらに、不在の時でも荷物を受け取れる宅配ボックスシステムも追加。こんにちは、佐川急便の山口です。少し大人になったあなたへ最高の山口が待っている。607号室の山口です。これ、ロコモコ作りすぎちゃって、よかったら一緒に食べませんか。今作は38人の山口があなたを魅了する。山口です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 。そして迫る地球の危機。さあ、僕の地球に間違えた。さあ、僕の背中に乗って。ドギマギ山口2、恋のインターホン、2024年春発売。小西と山口の歌たれ2、まだ発売してなかった。そら3出へんわけや、うん、それ出へんわ、うん、僕らがちょっと飛んだ勘違いをしてましたね。そうやったね、うん、今だから2は完成して発表されてるけど、まあ、3作ってるかもしれんけど、ね、発売はもっと先やね。来春だったみたいですね、うん、めちゃくちゃ山口くん増えたね。うん、38人いや、これは大変よ。うん、攻略、うん、最初の学園編でもさ、あんなに手を焼いてたわけじゃない、うん、トゥルーエンドまで。そうよ。38人攻略せなあかんってなるとね。いや、ちょっとそのチャットシステムがさ、良かったわけじゃない、前作、うん、ちょっと宅配ボックスシステム楽しみやね。どううまく使っていくのか。うん、いや、相当便利よ。なんかこう、うん、噂によると、うん、トゥルーエンド、うん、もうほんまにもうごく限られた
プレイヤーしかたどり着かれへんぐらい難しいらしいねんけど、 そのトゥルーエンドのオチというか、うん、があそんなリークがあるの、リークがちょっと流れてきてツイッターで、うんうんうん、ほんまに山口の地球に乗るらしい、うん、またスケールがでかい話になってきたな。背中じゃなくて、うん、ほんまに山口の地球へのあれミスリードやったんや、そう間違えたとかじゃなくて予告うまいこと作ってたね、うんうんうん、あれほんまやったんやみたいな、そうすごいな、すごいね。でもそのルートに行けるのはもうごくわずかな、多分その、 あの条件満たすだけじゃなくて確率とかもちょっと 0.02% みたいな、何回に1回みたいな、ね、確かにアンダーテール の、 あのガスター博士に会うぐらいの難易度で、あ知らんけどすごい知らんけど、運も関わってくるみたいな、知らん中の知らんけど、いやでもこれはやっぱね楽しみですね、うん、うん、来春ですからもうほんまに言うてる間にですよ、うん、いやそうですよ、うん、だ言うてあれね、その引っ越しとか言ってたから、はいはいはい、そのシーズンに合わせての発売ってことですよね、確かにね、きっと、なるほど、うん、それで考えたらあのマンションに38人ってまあまあのマンションですよねまあまあ、そこそこね、うんうん、何階建てか分かりませんけど、いやで、まあ、今回はその制作委員会で新しいねさらなるシリーズ展開を、うん、していこうというそうですよわけですよ、もうね、うん、あの発売を、ま、待てないから、うん、ちょっともうどん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 ね新作のアイデアとかも出していけちゃおうというような感じでございます。なるほど、うん、というわけで、まあまあ、あの我々がねちょっとこういうドギマギ山口はどうかというところで、ニュードギマギ考えていくわけなんですけども、うん、まあ、導入としてドギマギする瞬間や設定っていうのを、はいはいはい、まあ、ちょっとまずいろいろ出していこうかそう、ね、というわけですよ。もう小西と山口はもうこういう話が大好きですからいやリスナーの皆さんもね、ああいうシチュエーション良かったなみたいな、そうですね、うん、ぜひ参考にしたいんで、そうそう、もうじゃん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 送っていただいて聞かせていただこうかなと。いやなんかありますか、こうやっぱギャルゲーというかそういう乙女ゲーでこういう展開やったらいいやろなみたいな、うん、やっぱ一つこうまあそのなんて言うんでしょうね、乙女ゲーにしろ、うん、学園ものとかそういういろんな設定、どんな設定でも使えるドギマギする瞬間、うんうんうん、集合写真、あいいですね、うん、集合写真ってねドギマギする瞬間多いと思うんですよ、はい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 、もうそのいい、ちょっといいドギマギもあるし、ね、あの近くに写りたいみたいなね、そう、うん、その通り、写真の構図も大事だし、うんうんうん、ポーズも大事だし、あれよね、そのまあ全体の集合のやつもいいけど修学旅行とかの写真とかね、そうなんです、そういうのいいよね、ちょっとしたね、うん、こうなんかそのもうクラス全体とかじゃないし、うんうん、なくてこうちょっとなんか近くにいたグループとかで撮る、はい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 、集合写真とか、確かにそう、そまあ学園的な感じだったらそうですけれども、うんうんうん、それこそね、なんだろう、いろいろマンションでもいいし、それこそ大学生でもいいです、うん、なんかいろいろこう、まあ、仲良くなっていくにつれて、まあ、どっか出かけて集合写真撮るとかね、はいはい、記念撮影するみたいな、うんうん、観光地アルバムにこう溜まっていくわけだ、そうです、うん、集合写真システムを次回作に導入したりするのどうかそんなかな、まあ、多分そのうまいこと好感度上げたりとかイベントに参加できてなかった場合は、うん、あのこう右上に送り抜かれちゃ う, が、ね、イベントに参加できてなかったんやみたいな、うわみんな撮ってたんみたいになるやつね、そ う, なそういうシステムを、うん、そういう集合写真のリアルさもシステムに乗っけていきたい、うん、これちょっと難易度高いねんけど、はい、集合写真がこう撮影されるイベントの前日に山口くんとデートをこじつけて、はい、うん、スプラッシュマウンテンに乗った場合、なるほど、その場合はこれはすごいよ、翌日2人とも、風で欠席して
結果的に上のくり抜きで横に並べるっていうね。素晴らしい。これは難易度高いのよ。これなかなか、この写真を手に入れるのが、ね、これはなかなかね、3回水かぶらなあかんから、うん、そう、うん、ちゃんとあの最善に座れなあかんしね。そう、うん、これはいいシステムだ。そうそう、だからこのアルバムのこうコンプリート度みたいなやつで、うん、なんか集合写真山口と隣り合わせのやつ撮れたのに、なんでここそうみたいな、ここの星だけどこにあるかわからんみたいなね。なんやろうなと思ってたら、うん、くり抜きでなるこれかっていうね。あそこ難しいね。だからその学校で何かせなあかんのかなと思ったら、前日にデートでさらに条件を満たさなあかんっていう。難しい。あれ難しかったね。うん、集合写真ドキマキします、ね。写真のやつ、あとまあ秋の修学旅行編。うん。うん、あれはあれかな、ね、携帯機で出てたやつかな、あのゲームボーイアドバンスで出てた方だいぶ昔や、うん、アドバンスとか DS かなが出てたやつ、う、ね、うん、2画面であれがさ、その集合写真システムがむずいっていうので盛り上がってたから、うん、逆にそのいい写真、思い出の写真をいっぱい撮ろうみたいなのが割とこうメインのミッションに入ってて、うんうん、あのこう映るんですのシステム、はい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 、修学旅行の映るんですを一個だけね使えるんだよね、もらってね、だから24枚しか撮れないの、うん、写真がだからこう下手にね、そう、どこで撮るのか、なんかもうたやすい写真を撮ってもいけないし、そう、うん、どの写真がどの瞬間にいい写真が撮れるか分かんないから、確かに24枚使い切っちゃうのもったいぶってたら、そうなんか、え、もうこのイベント、そう、雷門もう終わりみたいなイベントがさっさと終わっちゃって、雷門で写真を撮り損ねたとか、うん、逆に雷門で撮りすぎて、あの次のお台場でもうないみたいなそう、うん、そう、だからね、あれはあの制限があったからこそ、フィルムカメラシステムね、そうそう、携帯ゲーム機だからさ、うん、容量的にはそんなボリュームないんだけど、うん、シナリオのそのどこで撮るのかとかいうのがあるから、大事ですよ、もう何周もやるんだよね、あのゲームね、それがねやっぱあの、うん、ゲームの憎いところ、そう、めちゃくちゃやり込んだわ、あれも、あれもなかなか良かったね、うん、だからそれこそ ねあのトリガーボタンでね、あのアドバンス、そう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 、 DS レシリーズで出てましたから、そう、うん、R ボタンでこうパシッと撮るっていうね、そうです、あれも良かったですね、だからあれがね、その DS アドバンスとか DS で出てた頃の、うん、ああこれやってたなっていうのがそのままこうね言ったら、逆にその DS とかハード側が、うんうん、進化していって、そうね、そう、 DS ライトとかね、うん、LL とか 3DS になった時に、うん、実際のカメラがついた時の、あ、そうね、あの実際のカメラと山口をリンクできるあの感動はいはい、はい、あの AR みたいな感じでね、そう、うん、ついに時代もここまで来たかって、本当にツーショットが撮れるようになるっていうね、あれが出た時の感動たるやすごかったですね、うん、今アプリでも出てるんでしたっけね、そう、うん、グッズ展開とかでね、そう、あのそれこそ映るんですとかね、チェキとかをね、うん、チェキのあのフレームが山口とね撮れるみたいな仕様のグッズとかもね当時ね一緒に発売されたりしましたね、うんうんうん、ありました、ありましたね、いやなかなか良かったですね、そう、カメラ系のね写真撮影のやつはね熱かったですね、うん、うん、いや結構ね珍しいんじゃないかなって思うのは、その恋愛系のゲームで、うん、その一緒に写真を撮るっていうところ、そうですよ、あそこに、ね、やっぱ会話とかにね、そう目がいっちゃいがちだけど、いきがちだけど、うん、いやあれはねいいシステムでしたね、いいシステムでしたね、うん、あとね僕がやっぱね一番なんだかんだドギマギ本気でそうやり込んで熱くなったのはドギマギ、あのドギマギドギマギあのドギマギ山口犬の餌の会社、エピソード0、あ、エピソード0、あれおもろかった本当に、エピソード0ちょっと存じ上げないですね、うん、エピソード0 やってないですか、やってないですね、あれね PC 版しかないんですよPC 版そう PC 版もはやハードもない、いやだからねやってた、エピソード0はその、まあ、学生編とかよりもっと遡っての話になるんですけど、そうね、それそうですよ、そうそう、だからそのホモサピエンス時期の、山口くんと出会って、どういう関係を結べるかっていうのは、うん、あれむずいのがその言語がないのよ、そう、ね、まだ
言葉が発達してないからそうだから山口くんが何を言ってるか分からへんし、そうね、そのこっちもホモサピエンスやからその初めて聞いたよ、その伝えられへんのその入り、こっちもホモサピエンスやから伝えられへんっていう、 そう、ね、そのなんかもどかしさ、そうもどかしさ、うん、で あの状態でもそのいかにして関係性を築くかみたいな、めちゃくちゃ難易度高かったのよ。なかなか、ね、うん、難易度が高い分やっぱうまくいった時の顔のね、そう、その達成感、うん、だからね、いまだにね、火を起こせた時山口君と一緒にあのシーンはね、もう手汗びっしょり、うん、俺もそのキーボードを叩く、あ、なるほどね、うん、交互に、そうそう、でマウスでこうコス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 やるから、ね、はいはい、火起こしする気ね、ほんまにパッドから火出るんちゃうか、そう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 、だからもうラスボス戦とかさ、コントローラー握る手がこう汗ばんだりとかさ、ね、したじゃないですか、あれと もう全く同じ、火が起こすか起こせるかどうかみたいな、うん、やっぱ最初にこう火っていうものを見つけた時の、うん、こう山口くん あの横顔あれ本当にそういいシーンやったね、いいシーンなんや、山口くんはずっと火を見てお つって言ってるんやけどこっちはね、うん、火なんかよりも そうね、そうこうもう真っ暗な夜で、うん、はっきり山口くんの顔が見えることなんてなかったのよ、そう、ね、月明かりの下でしか、うん、なのに高校と照らされる、うん、真っ赤に照らされた山口くん、うん、あのシーンはね、あれゲーム史に残る名シーンやと思うね、ハンカチなしではもう見れない、うん、だセリフを一切使わずにあそこまで、そこの凄さもあるね、そうそう、うん、愛っていうものを、うん、あとまあ文明、そうね単純にね、うん、うん、っていうのはね熱かったね、あと今思うとあそこ あの骨を並べるシステム、あれが後のチャットシステムにつながってるっていうのもよかったね、あそこまで伏線いってねえやん、あれ難かったね、もう超対策やな、ほんまにあんまコミュニケーションうまく取れなかったけどね、骨並べるやつはね、これしか言ってるか分からへん、京都下鴨でコーヒー豆の焙煎をしているエペクコーヒーです。コーヒーの好みを言ってくれたらその時の在庫から豆を焼いてチャリでお届けします。 100g600円、遠方への送料は200円。コーヒーが好きだけどドリッパーやミルがないから家でコーヒーを入れたことがない人にはおすすめの道具やめちゃ美味しくなる入れ方まで丁寧に教えます。 Twitter、Instagram の DM から注文お待ちしております。アットマーク IPPKU アンダーバーコーヒーで検索してください。この中に一人必ず犯人がいるんです。もうやめましょうよ、こんなことしたって拉致が開かない。やけに追及を避けたいようですね、小西さん。でもこんな状況でみんなが疑心暗鬼になる方が良くないだろう。あのね小西さん、最初に死体を見つけたあなたがなんでそんなに冷静でいられるんですか。それはしかも殺されたのは離婚届に判を押すか押さないかで揉めていたあなたの奥さんなんです。いくら関係性が悪くなってたとはいえかつては愛した人でしょう。私だって辛いさ、でも今はこの雪山のペンションからみんなが生きて帰ることが最優先じゃないんですか。確かに一理ありますね。皆さん、小西さんの奥さんとの関係性については一旦忘れましょう。でもね、犯行に使われたであろう凶器もすでに見つかっているんです。そんなの聞いてない。そう、偶然小西さんのお部屋のクローゼットの奥にね。黙って勝手に人の部屋に入るだなんて、しかもそれをこんな人前で言うだなんて道徳的にどうなんだよ。確かに一理ありますね。うん、皆さん、今の凶器の話は忘れてください。道徳的に私が間違っておりました。ただはっきり分かっていることがただ一つ、この中に一人必ず犯人がいると思うんです。これなんとかなりそうだな。小西と山口のうたたれ。
はい、やっております。はい、やっております。いや懐かしいですね、ドラマジングル、ね、懐かしいジングルでしたね。改めて聞くとめちゃくちゃ長いですね、うん、確かに超大作ですよ、うん、さあお便り来てるようです。はい、紹介させていただきます。ラジオネームいちごぷよぷよちゃんからのお便りです。ありがとうございます。犬から逃げている時、いちぷよじゃなくてお友達がです。これはドギマギするときのことっていうことですかね。ちょっと思ってたドギマギとあのベクトルが違いましたけど。あと謎の一プユじゃなくてお友達がですっていうその保険、うん、あくまでね、うん、別に気にしてないよ、うん、私じゃないですよっていうね。まあでもまあこれもいいかもしれない、うん、だからその主人公があの犬に追いかけられてるところで、うん、そうですよ、危機的状況を山口くんがね、そう危ないっつってガブーって山口くんの腕が噛まれてしまって、うん、あすいませんっつってっていうところから何かの時まで始まるかもしれない、うん、だから何システムって言ったらいいんだろうこれは、ワンチャンガブリシステム、うん、ワンチャンガブリシステム、ワンチャンガブリシステムもね、なるほど、うん、いいこれは導入していきましょう。まあその犬飼ってる人がね、うん、多いエリア編ですよ、なるほどね、表参道編ドギマギ山口、ね、表参道編、ね、ワンチャンガブリシステムで、いろんな山口に出会えるっていうね。これもたとえね本編がよくなかったとしても、うん、その表参道のねストーリーが全然ね、うん、もうカスみたいなストーリーだったとしても発売します、うん、なぜならもうワンチャンガブリシステムというもう語呂が気に入った、うん、そのどの犬に追いかけられるかでそのどの山口に会えるかっていうフラグがね立つんですよね。いいですね、うん、だからまあこう確定演出みたいなのもあるかもしれない。そうそうそう、これあのパチンコ版も出てるよね確か。CR? うん、 CR ドギマギ山口表参道編あったね。そんな展開されてたよ、うん、だからこうワン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 ってこう、ね、ワンチャンガブリチャンスドギンドギンドギンってドルル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 ってキーン、なるほどね、こう塀から犬のシルエットが出てきてバーン、フレンチブルドッグ効いたっていういい展開だ、ねあるね、これは熱いねこれは何が何でもね激アツ展開していきたい。うーん、ゴールデンとかはねよく柴犬とかは結構あるんやけど、そうそうそう、意外とね、うん、そうだよ、そうそうそう、フレンチブルドッグが、ね、あるのよね、うん、いやフレブルは熱いねあれね、フレブルは熱いですね、うん続いてのお便り紹介させていただきます、はい、ラジオネーム上品次郎からのお便りです。ありがとうございます。小西さん、山口さん、二度寝ワークスの皆さん、こんばんは。こんばんは。明日からの3連休が出張の休日出勤になることが決まり、3連休か、連日飲み会、上司と同じホテル泊といろいろ条件が揃っていて今からドギマギしています。上品次郎です何かの手違いで部屋の予約が一部屋しか取れていなくて、うん、あなたはそっちで着替えなさいよ、この線からこっちには入ってこないでよねにならないことを祈るばかりです、うん、あるんかなそんな。本当はドギマギ山口ラジオドラマ脚本を送りたかったところなのですが明日からの出張に備えてたくさん寝てしまいまして、直前のお便り送付となってしまいました、うん、ところでドギマギ山口の表記についてですが、うん、個人的にはドギマギ山口かっこ、うん、ドギマギがカタカナで、うん、山口がひらがな、うん、だと思っていたのですが、うん、公式が漢字だったので意外でした。アフタートークがまだ聞けておらず、もし触れていたらすみません、うん、ドギマギ山口の企画案としては、個人的には山口さんには笑顔で他人を痛めつける系のサイコパスであってほしい気持ちがかなり強いのでちょっと S 系キャラみたいなね。1、うん、学園もの、うん、全校生徒の憧れの山口会長が実は裏でやべえことをやっているやつであることを知ったプレイヤーが、うん、山口会長にハニトラを仕掛けてドギマギさせることで学校の平和を保つ裏ヒーロー展開、うんうんうん、山口会長の裏の顔に気がつきそうで気がつかないクール系イケメンの副会長が人気、うん、生徒会メンバー8人が全員山口あそうやね、公約対象やからね。そうですよ、うん、2、うん、OL ヤクザもの聞いたことないジャンル聞いたことない、いろいろな危険に遭いがちなドジッコ OL プレイヤーが、うん、ひょんなことから出会った山口の、うん、出会ったヤクザの山口若頭の手で、うん、ヤクザで山口ってなるとなんかちょっといろいろと被ってしまうからイメージが、助けてもらう甘々展開、これ
いけてる？大丈夫それ。プレイヤーに密かに思いを馳せる山口は若頭と下についている射程くんが可愛らしくて人気。山口組の組員が全員山口。ファミリーですから。うん、この2つあたりは絶対に作ってほしいなって思います。うんもう始まってしまうと思いますのでこのあたりで一旦お便りを送らせていただきます。ほんまに山口組になってまうけどよろしくお願いしますとお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いけるこれ大丈夫、大丈夫なんかな。ちょっと変な圧力がかかりそうですけど、うん、でも2つね出てきました、うん、学園ものと OL ヤクザもの、うんうん、いやいいですね。ヤクザもののやつであの名シーンがねあのはっきり覚えてますよ。あの1人の中にあの5人入ってる山口が、うん、あのもうタンクトップ1枚で山口組のそのなんか局のところにあの1人で突っ込んでって素手で、でもうドスとか拳銃とかをもう受けたりかわしたり、はいはい、かわしたりしながら殴り殺していくのね。でこう一発ドス食らってワンミスか一発ドスってそっからまたもうノーダメージで組を壊滅させようとしてって思ってたらその山口の顔がグワーンとあの山口の顔に変わるんだよどっちがどっち、うん、どっちがどっちお前はあの時にいた山口の顔じゃねえかっつった。どっちがどっちの一体の体に頭だけが山口寄生してると思ってたのに、うん、体の部分も全部山口っていうパラサイトが出てきてたっていう、うん、あそこのシーンの言ってることは全然普通よ。あこれ寄生獣の話やっけ。分からんごめんごめん分からん分からんし、になってるわ分からんし、うん、山口はずっと山口だっただけやしあごめんごめん、どぎまぎ山口、山口組編と寄生獣の後半の展開ちょっとごっちゃになってたかもしれない。そんなことある。うん。どこに山口を見出したん君は。ちゃうかった違うかったよ。あの実写版の時にピエール滝がやってたやつね。あそうね、うん、浅野忠信とピエール滝がね。あピエール滝同じ体のね、うん、ピエール滝のせいで繋がっちゃったみたいですはい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 、ではあの学園もののね、大将みたいなもんね、うん、ヤンキーの番長みたいな、ね、いいですね。ハニートラップを仕掛けるっていうのはこうメイン主軸で、だ言ったらこうちょっとその窪塚的なあのノリよね、きっとそのキング的な、確かにそうギャングのトップというかちょっとヤンキーの偉いやつやけど、ちょっと恋愛においては主人公の方が上に行くみたいな、そういうこうちょっとフェティッシュなね。だからこうダサいことすんなっつっての誰が決めるんですかっつっていや射程の山口がね、そうこう言ってたところで山口がね、だからねそれこそねちょうど今髪染めましたから、うん、僕もこうやってこう逆立ててこうもっとより金髪にしてね、うん、悪いことすんなっつってんじゃないのって。そうそうそう。ほなあの目頭こすりながらね。そうそうそう。そうですよ。うん、いやいいですね。いや見たいですね、うん、その山口くんも。だからそこにさらにワンちゃんがぶりシステムが、うん。加わったらもうこれは胸熱ですよ。目頭こすってるね。そう窪塚山口のところにもうフレンチブルドッグがガブーンってドキンドキンドキン激熱展開よ。これ格変ですよ本当に。はい、お便りありがとうございました。ありがとうございました、続いてのお便り、はい、うんぬんさんからのお便りでございます。ありがとうございます。歌だらの皆さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。今回もケイティーズ大歓喜企画ありがとうございます。どぎまぎ山口過去作どれも大好きなので正直だいぶいろんな山口さんを見せていただいたとは思うんですが、うん、個人的にパン屋のバイトの山口先輩会がお気に入りでぜひ生配信でも聞いてみたいです。あそれバイトね、かっこ、うん、フラッと立ち寄ったパン屋にいたルートと、うん、初めてのバイト先に山口先輩がルートどちらでも嬉しいです。あ先輩ここでバイトしてたんですねみたいなね。また、うん、シンプルにラジオをやっている山口さんのどぎまぎはどうなるんだろうと気になりました。 あまり乙女ゲームに詳しくないので具体例など出せず申し訳ないのですが、うん、もし難しければ小学生の幼なじみガキ山口さんや一緒に鴨川でパンを食べている山口さん、はいはいはい、実は宇宙の王子様山口様など、そういう、ね、どんな山口さんでも嬉しいので、うん、楽しみに待っています。あいいですね。ありがとうございます。いやパン屋の山口くんも良かったね。なかなかこう小麦臭い山口もこう味があって良かったですね。そうね、うん、
パンを買いに行ったらね、こううっかりっていうパターンとね、学生編はバイト先でもね山口くんがいますから、 そこでまたね、そうこうあの同級生なんだけど山口くんがパン屋では先輩みたいな、あーなるほど、ね、バイトとして、うん、みたいな、これもなんかその感じもなんかいいですよ、ね、甘酸っぱい感じ、うん、いやー私も山口くんみたいにこうトレーにパンを詰められるようになりたいっつって、このトレー絶対山口くんが陳列してるっつって丁寧なのよね、見出す、うん、なんかこうパンだからこそね、うん、よりこう今までのこうなんていうんですかね、こううたたねのこうリスナーたちが、うんうんうん、こうやっぱより買ってた買ってた、こうよりやってたイメージがありますね。そうね、そのパン屋のやつは、うん、パン派のリスナーが多いですからね。そうですそうです、この番組はね、基本的にパン派ばっかりなんで、うん、このシリーズはかなり他のと比べて売り上げが高かったような感じそうそう、あの僕もこのパンの回だけちょっとあの背景にこうちょっと出させていただいてるんですけどありがたいことにね、うん、だあのおにぎり編は僕ちょっと出てないんですけどうん、おにぎり編ね、そうそう、おにぎり屋さんでバイトするバージョンは出てないですけど、うん、パン屋さんでバイトする編は僕ちょっと背景にちらっと映させてもらってね、うん、おにぎり屋さんのバイトって何このおにぎり山口先輩が握ったんだっつってちょっとドキドキしちゃうみたいなね、うん、山口さんの塩気があるねえ、うん、山口大駅収集編ねすごい嫌な副題、うんあれはちょっとあのおにぎり編ではないよね、セロが Z に指定されてましたけどもねえ、うん、ありましたね、ねえ、うん、この20歳以上のやつですけれど、あと幼馴染のガキ山口くんね、幼馴染ガキ山口さん ね、あれはもうあの回想シーンにだけ出てくるんですけどね、はいはいはい、うん、あれもなかなかこうだから言ったらファンコアなファンにはこう、うんうん、かなり人気の、そうそう、あの登場シーンは短いんだけど人気があるみたいなね、うん、そう、うん、漫画とかでもありますからね、面白いキャラですね、うん、あいつはねなんか憎めないのよ。あとやっぱね毎回見るたびに思うのが、もうその小学生の頃の山口くん役の、うん、あの子役、うん、すごい似てるよねあれね、確かにね、よく見つけてきたよね、本当にもうなんかちっちゃい頃の山口くんっぽいなっていう子役がちゃんと起用されてて、うん、髪の毛のキューティクルまで似てた、ね、そうそうそう、あれほんなんかいんのかね、似てる子役見つけてくるのが上手い人がね、キャスティングがかなり良かったです ねちゃんと似てた、そうそうそう、噂によると、うん、なんかもう5000人ぐらいのオーディションから選ばれた子役らしいです。そうなんだ、そうそうそう、めちゃくちゃ希望する子供も多かったんだね、うん、だからやっぱこう事務所のご利用しとかじゃなくて実力で勝ち取ったらしいですね、はいはいはい、あ、そうなんだ、まあ、そりゃまあ似てないと困るよね、そうね、プレッシャーもあったでしょうけど、うん、いやちょっと生意気な感じのねガキ山口も可愛いんですよね、そうなんですよ、であの時の約束をあの山口くんは忘れてんのよねえ、あれをどうにか思い出してくれないかなみたいな、 そうね、それもねこう結構難易度が高いイベントでしたね、あれね、うん、それのね、そのだからまあこういろいろねシリーズ展開してるから、うん、まあそういうことがあっても仕方ないとは思うけど、うん、やっぱこのシリーズやった後に、うん、あのシアル山口ドキマキ山口にはあまり行かないでほしいね、そうね、うんうん、ちょっといろいろこうなんかちらついちゃうからね、うん、なんかもうあんだけさ子役の山口くん、ガキ山口くんが人気なんだから、うん、なんか僕夏みたいな感じで、あーなるほどね、そうそう、あの小学生編みたいな、ね、うん、やってほしいよね、夏休み編、そうそうそう、夏休みの、夏休みの、あの思い出みたいな感じでね、これ、うん、いいかもしれないですね、うん、いやあと実は宇宙の王子様ちょっと電波系の山口くん、ね、なるほどね、いるっていうね、うん、山口はもう ね、なかなか宇宙が似合いますから、あ、これってもしかしてあれですか、地球に乗るの伏線、あ、ちょっと小西さんそこまで切り込んじゃいます、あ、これはちょっと、いや、でも、まあまあまあ、聞かない聞かないです、あ、やっぱ自分でプレイして、そう、うん、続き気になる、続きというか、まあまあね、その関係が気になる方はぜひ来週まで、そうね、自分でプレイして知りたいわそれは、うん、
うんうん、危ない危ない。ちょっとあんまこうネタバレ踏まずに。ケイティーズもねちょっとブチ切れるところでしたけど、うん、いや、 やっぱねシナリオがねいいんですよ本当に。ドギマギ山口シリーズは、うん、あ、ちなみにあのドギマギ山口の表記、あのもやし大臣が最初に送ってくれたやつはあの山口ひらがなだったらしいです。素晴らしい。これはあの匠さんのリサーチ不足です。辛辣。すごい辛辣。はい、というわけでね、たくさんのお便りありがとうございました。いや、さてさて、まあね、引き続きお便りもお待ちしているわけですけども、はい、まあ、山口くんもね、うん、ちょっとこんな山口のシリーズいいんじゃないかな。だいぶドギマギ山口案が温まってきたところなので、ちょっと具体的にね、うん、どういう山口やっていこうかっていうのをね、うん、話していこうかなと。いや、そうね、ちょっとこう今まで出てきたやつのちょっとセリフとか、うん、こういう流れあるんじゃないかみたいなの、うん、ちょっとやってみてしっくりきたやつをマウンテンマンスさんにちょっとね、お送りして、制作してもらえるかみたいな感じよね。うん、やっぱあれね、小西くんはなんかありますか？やっぱり僕はねパン屋さんの山口くんやりたいから、うん、ちょっと僕がパンを買いに行くから、うん、レジに山口くんがいて、えって、山口くんっていう。ところちょっとやりたいな。はいはい、やりましょう。うん、しちゃあ、ベーコンエピット。あー、でもベーコンチーズパンもいいな。どうしよっかな。あ、ソーセージの。あとベーコンばっかだな。あー、まあまあね、待ちましょう。あの食パン残ってんのか。まあそういうねこともありますよ。パン屋ですか。やっぱドキマゲ山口はリアリティ追求したいんで、ちょっと一回待ちましょう。しょっぱいの戻して、尺のこともあるけど待ちましょう。ちゃんと待ちましょう。もうおやつで甘いのにしようかな。リアリティをね。ドーナツのきなこドーナツ。そんなしゃべるパン屋で。あ、でもこのきなこドーナツええけど、パン選ぶときにそんな独り言しゃべる？こういう粉砂糖とかきな粉とかまぶしてあるドーナツって買いたての時すげえうまそうなんだけど、冷蔵庫にしまっておくとこの粉砂糖とか細かい粉のやつがこうなんかちょっとこう溶けてくんのか、ちょっとこう翌日冷蔵庫から出して食べようとするともうそのきな粉とか粉砂糖がこうべしょべしょになってて、あー、なんか買った時の方が美味しそうやってなんけどなーって感じになるから、すごい闇言うてる。今日は多分食べる時間ないし、きな粉ドーナツまた今度その日中に食べる時にしようかな。まあ今日はええかな。おい、買えよ。パン買え。ごめんごめん、ちょっと真剣に悩んでしまった。すごいレジ前でうずうずしてたよ山口は。じゃあプレーンベーグル7つお願いします。アホ。すごいトレーにタイヤが7つ並んでるよ。プレーンベーグル7つで、白いベーグルが。ベーグルは冷凍してたらチンした時にもうほぼ買いたてぐらい戻るんで。せやけど1週間分プレーン。僕はあれです、横にこうハンバーガーのバンズみたいにこうスライスして、はいはい、ベーコンとか目玉焼きとかこう挟んでやるからプレーンでいいんです。全然そのイチジクとかくるみとか入ってるやつにしちゃうと、ね、具のこう自由度が狭まるから。そうね、まあ、確かに甘みも出ちゃうし、うん、なんでプレーン7個で。7個も変わんのよベーグルを。ね、冷凍食し。そう、知らないです。ストックがどうとかは知らんのよ、うん。2個は常温で置いといて、今日明日食べるし。うん、で5日分は、3日目はさすがにちょっとベーグルもこっち、しわってなるから、なるほどね、冷凍食し、うん。今週分の、okay、今週分のベーグル、お願いします。今週分のベーグル、お願いします。お願いします。ってなったら、もうレジのバイト山口は、きっしょい買い物。でもうエンド、ジエンド、攻略できんかった。スタッフロール、いや、ドキマキ山口スタッフロール。そっか、そういうこともあんのか。出演なるほど、ね、山口きしょい買い物をするともうそのルートが断たれてまうねん。そうパン屋のそう変な客ってなってまうから、きしょい買い物ってなってこうジエンド。そっか、ちょっと可愛いなって思われる買い物をしないといけないのか、こうベーカリー山口では。そうそうそう、そこでやっぱ
好奇心をね持たせないと。なるほど、ね、興味を持たせないと、じゃあバターロール1個、バターロール1個スーパーで買え。バターロール1個はバターロール1個でお願いします。バターロール1個はスーパーで買えなさい。バターロール1個と冷蔵庫にこう入ってるあのパック の, あのスーパーには置いてない、うん、なんかよく聞きなじみのない農家の牛乳のパックあるけどね。バターロールとあんま見たことない牛乳のパックお願いします、うん、ジエンド。あれ可愛いと思ってない、ちょっと小食な感じで。小西くん、うん、パン大喜利してるわけじゃない。パンのトレーの中身何が面白いかな大喜利してるわけじゃないのよ。ハイチュウ7つでないのよ、パン屋にハイチュウはないのよ。この本じゃなくて粒7つね。7粒で7個じゃないのよ。どっか3ハイチュウ4プッチョで。3ハイチュウ4プッチョお願いします。フルハウスしてんのか駄菓子で。3ハイチュウ7プッチョとあんま馴染んでない牛乳でお願いします。それはもうそれこそ箱で買えよ、ストックで。ペイペイでお願いします。キャッシュで払え、それも。ペイペイでお願いします。下町のいい なんかこう個人経営のパン屋やねんから現金ないん で全部戻してきていいですか。まあ、ややこしい客。それかすぐ下ろしてくるんで、ちょっとATM 行って戻ってくるんで待っといてもらっていいですか。まあ、G エンド通り越してスタート画面もうちょっと ATM 行ってくるんで。スタート画面です。ニューゲームから始まります。いやーむずいなドギマギベーカリードギマギベーカリー山口ベーカリー編むずいな。ちょっともう小西くんのね今までのその導入のさあそこのチューニングはどこに行ってしまったの。すごいチューニング合っててんけど導入ちょっと僕は無理ですわ。無理じゃ、うん、ちょっとパン屋さんで可愛いなって思ってもらうの具体的なアイデアになった瞬間ちょっとねむずいかもしれんな。なんかこうね、聞いたところによるとこうなんか、まあ、アイデアをこう、ね、うん、いろいろねピーキーのさんやら、うん、ソウさんも出してきてくれたくださったみたいなんですけど、うんうんうん、なんかこう分かりやすくさっき言ってたのにね、うん、ドギマゲ山口何々編みたいなとか、うん、ああなるほどね。今のちなみになんかそれあるんやったら。ああじゃあもう本当に極道編かな。今のヤクザ極道編山口。それともパンを極めるという意味で。うん、あそう、極パン道、極パン道、脱菜脱菜副題極パン道編で、ベーグルが3つパキンパキンパキンってなるんでCR にすんなよ。激アツ展開、すぐ CR にすんねんから。焼けっつってこう文字が出てくる、極パン道が ね、うん、ね、こうベーコンを殴れっつって、だん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 ベーグルを殴るだ絶対に。いいベーグルやからこう殴ってもこうまた戻ってくんのよ ね。こう低反発枕みたいな、ね、跳ね返りがね、うん、ギュッと詰まってるから、そこの描写はいらんのよ、うん、でねほんまに叩くボタンがちょうどいいベーグルの形さしてんのよちょっとベーグルなってんのよボタンの形が。そうそうそうたまにねおじいちゃんおばあちゃんがこう間違えて食べちゃったりするけども、うん、ひねるレバーのところもドーナツになってるのね、ちゃんとね。可愛らしい。そうそう、ミスドみたいなドーナツじゃなくてちゃんとふかふか のパン屋さんのパン屋さんが作ってる、そうそう、やつね、うん、あれがええのよ、ね、いいね、うん、ちょっと山口のね、はい、ドギマギ山口アイデア案、まあ、でも学生編ですよ。卒業式、あ、はいはい、卒業式でボタンをもらうところ、うん、第二ボタンとか、うんうんうん、そこでその卒業しちゃう先輩攻略の場合、うん、はいはいはい、いけんのかいけへんのかみたいなね。これはなかなか甘酸っぱいですね。しかも分かりやすい、うん、そうそうそう、さっきと違って、いや、うん、だから先輩は同級生とか後輩に比べると攻略期間が短いから、うん、そのうまくいけてるのか、そうそう、いけてないのか、やっぱ難易度が高い、高いね。対して卒業式の時までにこう心をね、そうですよ、掴めているか、うん、これちょっと第2ボタンもらうところをちょっとやらせてもらっていいですか。やってみましょう、やってみましょう。あ、山口先輩、はい、非常にちょっと申し上げにくいことで、どうしたどうした、大変恐縮なんですけども、はい、お召し物のこう留め具の方
お召し物の留め具、はい、お持ちだと思うんですけど、はいはい、もちろん持ってる。そちらの方ですね、本当によろしければなんですけども、はいはい、もし仮にその、先輩的にも思い出があったりだとか、うん、何かしらのこう大事なものであったりとか、うん、ご兄弟がいらした場合にそのこう、はいはい、お古でこうまだ使うよとかそういった場合とか いろんな可能性がありますので、うん、あくまでこちら私から の提案という形にははいはい、なるんですけども、うん、その留め具のですね、もう一つでいいんですね。その一つを、何かしらのね、こう、まあ、ちょっと私の思い出といいますか、あ、まあ、本当に大変仲良くさせていただいてたので、ごめんごめん、なんか、逆になんかこう説明させすぎちゃって、もう分かった、もう分かった、 OKOK よし、はー、緊張した、あ、よかった、よいしょ、ありがとうございます、本当に申し訳ないです、そんな、はい、ありがとうございます、本当に、ズボンのチャック、ズボンのチャックお召し物のズボンのチャック、ズボンのチャック、よう取れましたねもうスースーするよ今、すごいすごい、すれで引きちぎれるもんなんですかこれ、春の風がすごい今吹く、ワイワイ系のチャックですよこれすごいちゃんとした作りのやつ、すごいすごい今スースーして、日本企業の桜吹雪が優勝正しき、優勝正しき、しっかりとした作りの金属製のチャック、すごい今ね、ワイワイ系のやつやのに、春の息吹がね、股間あたりに吹き荒れてますよなんでこんなやつ好きになったんやろ私いや、攻略成功なんですかこれは、これはだからまあ成功と取るか失敗と取るかは、うん、プレイヤー次第です。それでも嬉しいプレイヤーはいるし、うんうん、親御さんが泣いてる可能性もあると、そうですよなんてゲームを買ってしまったんだっていう、うん、そうね、うん、まあ、これは山口くんのこう親御さんがちょっと教育を失敗したっていうルートかもしれないですしね変な子に育ってしまったっていうルートかもしれないしね、だから、うん、どぎまぎ山口、うん、まともな子供を育てる辺ねなるほどね、その親目線なんや、そう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 すごいシリーズよ、息子のケイトがドギマギ山口をやってる子供を、うんうんうん、そう最初ね、最初その学園もののドギマギ山口をやってると思ってたら、そっかそっか、だん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 そのね、うん、その俯瞰のや、うんうんうん、ドギマギ山口をやってるやつのプレイヤー画面になり始めたあれどういうこと、ドギマ学園編じゃなかったのって思ったら、最後の最後そのね、そのまともな子供を育てる編だったっていう、そう、あれ大どんでん返し、大どんでん返しで、うん、すごいメタなね、そうですよ、あれ怖かったですね、怖かったですね、そういう感じでも攻めてくるんやっていうね、そう、うん、でそうね、だから山はそのチャックもね、うん、ちゃんとそのね、あ、YYK じゃなくて YKK。YKK だ。YKK。YYK とんかつになっちゃうね。それ KYK。KYK や、ね。いろんなのがあるね。うん、だから、山口ケイトケイトね。なるほどね。山口ケイトケイト。パイナップルアッポーペンね。そうそうそう。あんでしたね。だから山口ケイトと、あとなんか別 の下半身山口を連れてきた。そう。山口ケイトケイトですよ。難しいね、やっぱこう山口くんを健全に育てるのね、山口親編も難しいわけ、ね、よしえ編ね、そうか、よしえ編ね、どぎまぎ山口、うん、よしえ編ね、うん、それもまあ山口ではあるからね、そうです、うん、じゃあそのよしえ編では帰ってきた山口くんとしかコミュニケーションが取れない、うん、学校でどうなってんのか確かにわからないけど、ちょっとこの子彼女とかできたんちゃうの、うん、とか、この子なんかちょっと最近よませてきたな、この子みたいな、いうところをちょっとこう思春期な時期の山口くんにこうなんかちょっとうるせえなみたいな思われないように、ちょっとあんた最近どうなんみたいな、うん、鬱陶しがられずに恋愛の話とかを探ったりとかね、そういう話を打ち解けてくれるような息子との関係性を築けるかみたいなね、うん、あれが過去最高難易度って言われてるね断片的にしかね、うん、断片的にしか一
一番難しい。コミュニケーション取れないから。そうそう、恋愛の攻略はまだなんかやっぱセオリーがあったりとか、そのゲームのご都合主義的なとこあるんだけど、本当にね、まあ、息子はほんまに分からへんらしい。そうです、教育に正解はないですからね。そう、もうその現場を見れへんから、他の友好関係とか、うん、そうですよ、本当にね、家連れてくる子に育つかどうかもまたルート分岐があるから、そうなんです、家連れてくる子とかになったらまだちょっと様子分かってきたりとかね、うん、するんやけど、全然連れてこうへん子に育ってしまった場合はほんまに家庭でしかコミュニケーション取れへんから、うん、それがむずいのよね。だから本当にね、最初うまいこと言ってると思ってたら急にうまくいかないこととかもあるしね。いや、そうなのよ。だからね、本当に子供部屋を、作ってあげるルート、うん、作らないルートでもだいぶ距離感とかがね、そうですよ、変わってくるのよね。これは難しかったね。誰もね、今のところその RTA とか、やってる人たくさんいますけど、はいはいはい、あのね、完璧な子供にね育てられたプレイヤーね、ゼロ人らしいです。これはもうやっぱ、うん、だからそのあれですよね、未解決問題ですよね。だからそうね、そうですよ、うん、恐ろしいですね。これが一番むずいらしいですわ、うん、育児編。育児編。さあ、あ、次次の企画に行ってくれと、よし編はもういいと、たくみさんにカンペが出てしまった。じゃあ、まあ私から軽くいきましょうか、うん、おう、僕、まあもうしっかり考えさせていただきました、うん、もう完全に今までの導入を無視して、うん、もうしっかりとした案を考えさせていただきました。ドギマギ山口、うん、ちぎり編。ちぎり、うん、ちぎり、セックスするってこと？違う。え？どう？ちぎりってその、あの契約の契ですか？ちぎりを交わすとかの、え？登場セックス？違う。山口登場人物を紹介させていただきます。登場人物、山口浩、山口乙、うん、山口平。あらすじが、うんうん、山口浩、山口乙、うん、山口平3社は、うん、この契約書、うん、以下山口亭に基づき、あ、むず、法令を厳守しこの契約を履行しなければならない、うんうんうん、山口平は山口亭記載の物件を山口亭記載の賃貸以下山口母、借家期間に山口母するものとし、山口浩は山口亭記載の山口母車両金を支払うものとする。漢字が分からへん、もうその浩乙平までは G ピンとくる。山口乙および山口平はこの契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない、うん、トップシークレット。分からんここサビですみたいな感じになってるけど、この契約の履行に対、全然入ってこへんのよ。この契約の履行に関して文字もちっちゃいし、山口浩、山口乙、うん、山口平、うん、3社の間で用いる言語は、うん、日本語とする。そりゃそうだよ、そうであってほしい、うん。でこれ山口ちぎり編のあらすじでした。あらすじなん、うん、これが全然入ってこへんかったよ。いやー、これはなかなかいいシステムじゃないですか。あらすじなんですか。僕なんか気持ち的にはめちゃくちゃスクロールしてなんかチェックボタン押しちゃったんですけど、なかなか今の読まなあかんやつだったんですか。やっぱこのシステムなかなかすごかったですね。マウスホイールガー回してはったけど今やっぱ一番このシリーズのやっぱ一番のこのなんていうんだろうね、まあ他とは一線を隠してるところは、まあまあ、ちゃう感じはするけど、うん、やっぱ山口浩が山口定期債の山口母、うん、借料金を支払うところ、うんうん、ピンとこうへんな。やっぱここが一番やばいよね。そこ熱いんや。山口定期債の物件を山口定期債の賃貸借期間に山口母するものとし、じゃあ母するものって何。母するって何。ここがなかなか、どうしたん、母って。ここがなかなかいいですよね、やっぱり母する。ドギマギ山口ちぎり編、全然頭入ってきてないですけど、いやすごい、一行も全部やり込んだとしても多分一行も頭残ってないです。まあでもドギマギ山口シリーズの中では一番、うん、まあ一番初心者向けなんじゃないかな。
僕もなんかプレイしたかもしれないですけど、少なくともあの日付と名前書いたシーンしか覚えてないですよそれ。あと反抗したとか。そう、うん、その3シーンしか覚えてないわ。日付と名前書いて印鑑を押したシーンしか覚えてないわ。だからやっぱドギマギ山口まだ手つけれてないよっていう人はちぎり編からやるのがいいんじゃないかな。プレイはしたと思うねんけどな、全く覚えてないねんな。でも印鑑は確かに押してんなあれな。うん、これなかなか良かったですね。難易度自体は低かったか。そうね、うん、確かに。スクロールして名前書いて押しただけやもんな、うん、まあまあほんまに押していいんかなとはちょっと一瞬迷いながらも、なんだかんだ普通にポンと押して出したらもうなんかあのクリアになったもん。うん、あでもなんかちょっとあの法的効力を持ちそうで怖いゲームやね。であのこのまあ初期の頃やから、うん、初期の頃やからまあこうまあなんか昔のゲームっぽいなんかこう遊び心やなって思うのが、うんうん、あのドギマギ山口ちぎり編を、うん、あのまあソフト入れて立ち上げるときに、うん、あのコントローラーのボタンを全部押してたら、うん、なんと、うん、ミラーになんねん。分からへん分からへん。全部のさっきの山口ボ、うん、山口テとかが全部逆文字になる。そのミラーになって余計読みにくくなる。テンション上がるそれ。めちゃくちゃあれ熱かったね。マリオカートだけやでそれ。ミラーになって難易度上がるのマリオカートでしかないよそれ、ね、日本語とするっていうところね、うん、まあ日本語なのは分かるけどミラーやと余計に読みにくいってこうね、あそこ盛り上がったね。全然テンション上がらへんけど。で最後ハンコ押すとこでなるほどってなんで、山口ってハンコ押したらミラーになっても山口。あそこね、なるほどって最終的なところは変わらへんねやって、同じエンディングに来んねや。ミラーでもそうなのよ。なるほどね。あの最後ね、その書類に山口がポンって押されたところだけが、その白いところに山口の赤い字だけが残るんですよ。なるほどね。あそこがミラーになっても同じままっていうのが、ね、あそこがエンディングのためのこの遊び心というか裏技というかね、はいはい、そうか、なんかあれや、テネットが影響を受けた作品で挙げてたわそれ。そう最後にこうピタッとこう山口の印鑑でね、そうなのよ、つながる。そっか、あれ元ネタか。あれだから最初はね、それ気づくまでは、うんうんうん、そのなんかこうまあなんかね、こうそれこそケイティーズがなんかこうふざけてやってたら、はいはいはい、あれここ全部押したらミラーになるやんってこう、ね、はしゃいでたの。で一部のファンは、うん、いやこれもうな全然やりにくいやんけみたいな感じで、うんうんうん、まあ、なんだかんだ進めてたら最後印鑑がポンって押されたところでもう涙もう感動ポロ、そういうことやってんやみたいなね。そうそうそう、あれなかなかつい展開でしたね、うん、すごいな、うん、いや僕もね、山口シリーズのやつでね、うん、もう連作でやってたね、あのシリーズやっぱねめちゃくちゃ良かった。連作でやってたなんてなかなかですね、うん、だドギマギ山口絶望これは気になる。そしてその続きにできたのがドギマギ山口失望。おこれもさらなる難易度、絶望失望ときてるよ。そっからドギマギ山口愛、えここでねまたグワッとシリーズの方向性が変わるのよ、はい、ドギマギ山口自由さらにねこうあれね、もうこのオープンワールドになったのね。それはすごい。ドギマギ山口がそれはすごい、ね、で次ドギマギ山口希望、うん、ここに来て希望で次ねドギマギ山口夢、うん、そしてこれ の裏ルートみたいな感じで出たのが、はいはい、ドギマギ山口勇気、でこれも本当最終章、はいはいはい、ドギマギ山口足元をご覧よきっと転がってるさ、なりゆき任せの恋に落ちと君は誰かを抱きしめたとしてもその度心痛めるような時代じゃない、すなよなあ、誰かを思いやられたになりすなって自分の熱を刻さ気持ちよくなるだよ。だけどあるがままの心でバリバリ言ってるから息を落とすからっていうね、シリーズはね名作やね、あれはね。そう来ると思わんかった、うん、どういう並びかと思ってたら、いやーあれはね名作、もう超大作シリーズやったね。まあまあ超大作ではあったよ。
でもあのシリーズはでもあのドギマギっていう、はい、もうパッケージシリーズとして、うん、売られてるね。ドギマギっていうそれはあれなんよ、パッケージがもうタイトルの表記がないのよ。はいはい、うん、やからその一応通称ドギマギって呼ばれてるけど、呼ばれてるけど、もうタイトルなし、無印シリーズとして出されてて、はい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 、まあファンからは名もなき歌って呼ばれてるんやけど、うん、あのシリーズはね、だいぶ人気があるね。今日はもう満金なしのつもりやってんけど。小西と山口の歌たね。小西と山口の歌たね、ディレクターの渡辺です。おうおう、番組ではリスナーからのサポートを募集しています。そうだ、番組ブログとして更新しているノートの、うん、気に入ったらサポートから金額を設定いただけます。サポートいただいた方へは番組ステッカーをプレゼント。僕の家であまり散らかしている履歴書用封筒に入れてお送りします。嬉しいね。詳しくは番組ブログのノートをチェックしてミディアムレアに焼いてください。ちょっとその方呼んできますので、ちょっと、いやでもどんな方が来るのかちょっと楽しみですね。いやいやいや、でも山口くんじゃないか、ちょっと緊張するな。あら、早かった、思ったより早かった。よいしょ、あ、呼んできてくれた。その誘う相手みたいな人、何ですか、今呼んできてくれる。何の話ですか。あれ、山口くんじゃない。あ、どうも、私聖なる夜デートコンサルの山口ケイトです。山口くんではある。小西と山口の歌たね。混乱してきた。この時から複数の山口くんが登場するっていうのはあったんやね。あったよね、うん、複数山口システムがここでもう確立されていたよね、うん、山口くんだけど山口くんじゃないシステムはあったよね。意外と当たり前やと、うん、お便りが続いているので紹介させていただきます。ありがとうございます。ラジオネーム鈴木えいみさんからのお便り。お久しぶりです。皆様お久しぶりです。鈴木えいみ先生です。ありがとうございます。お元気にしていますか、うん、山口さんについてのお便りでございます、うん、約2年前湯気で個展の準備をした後に、うん、時間があって山口さんと映画を見たことがありました、うん、その時見た映画というのがまたドエッチで壇蜜がバーで出会った男性にどんどん調教されていく話だったんです。なもうみんなみんなよ。私と山口さんは一歩も動くことができず、うん、もしどちらかが動いてしまったら、うん、何かおっぱじまってしまいそうだったのです。それあれよね、湯気に僕と山口くんが住んでた時ね。そうです、うん、映画が終わった瞬間に二人で、うん、ウェーイと声を合わせて、嫌なチューニングがあってるな。何も始まらなかった自分たちを称えました、うん。本来そうであれ。長くなりましたが、うん、寒くなってきましたので、うん、お体にお気をつけてお過ごしくださいませ、うん、というお便りいただきました、うん、いやありましたねそんなこと。うん、ありましたね。まあでも本当にね、その映画とか見れるねテレビが置いてある部屋、はいはい、2人の共用部分でしたから。そうですよ、そこで追っ始まってたら僕はどんな顔して帰ってきたらなかったんだと。しかもちょうど見終わった数分後ぐらいに、うん、小西くんが帰ってきましたからね。あ、本当すごいことになってた可能性があったんですね。それこそね、うん、もうドギマギ山口当事者だ。そうですよ、うん、ドギマギ山口してたんだ。何編なんですかね、ダミ戦、古い立つ湯気編。いややな、今日一下品やね。、うん、今日一下品いただきました。はい、続いてラジオネーム腰がかゆいさんからのお便りでございます、はい、あーラジオ始まっちゃった。お便り遅くなっちゃってごめんね。お待たせ、腰かゆちゃんだよ。腰かゆちゃん、みんな急に涼しくなっちゃってびっくりしてるんじゃない、うん、寒いね。安心してね、まだいきなり暑い日が出てくるよ。まだ半袖しまうのは早いから気をつけらない。確かにね。腰かゆちゃんが最近ドギマギしたことを教えちゃうよ。何だったんだよ冒頭のその季節のくだりは。ドギマギ制作の参考にしてね。先日終電がなくなるまで会社の数名で飲んでいた時の帰り道、ああ楽しいね、同じ方向のみんなでタクシーに乗るぞとなって一銭も出したくない腰かゆちゃんは社長のタクシーに同乗したんだけど、
一人また一人と降りていって、うん、そんなに話したことない二つ年下だけど入社年は上の先輩社員と最後二人、うん、あ入社年は上の先輩社員と最後二人になった瞬間に、うんうんうん、明日越川さん在宅ですかと聞かれた時はさすがの越川ちゃんもねドギマギしちゃったねそれを聞いてどうするつもりってなっちゃったよね確かにね越川ちゃんのこうなることが分かってたので在宅にしてますよ、うん、うわー優秀それだけやり取りして、うん、静かに寝息を立て始めた彼の家の前まで送った後に、うん、越川ちゃんは一人で帰宅したよあーちょっとドギマギし損やね彼は次の日元気に出社していたよ、うんうんドギマギ損だね。ドギマギ損だね、うん。やっぱり越川ちゃんはドギマギさせられるよりドギマギさせる方が好きだな、うん。他人の気持ちをかけ混ぜることほど面白いことはないからね。というお便りいただきました。ありがとう越川ちゃん。最後なかなかいい一言でした、ね。いやいいですね。他人の気持ちをかけ混ぜることほど面白いことはないからね。ただの世間話やったんやね。その先輩はね。本当そうですよ。うんいやありがとうございます、うん、いやいろんなドギマギがやっぱ社会人になってもあるもんですね、うん、いや本当そうですよ、うん、でもやっぱちょっとこう大人なドキドキっていう感じよね、うん、そのこの後そうですよどうなっちゃうのかしらみたいなね、うん、このなんか大人だけれどもまだ若さも残ってるような、うんうん非常にこう繊細なドギマギ山口ですね、うん、これは本当になんかこう新卒編みたいな感じでマンションのさ、うん、やつはやってたけどそう、ね、やっぱもうちょっとこうまあこう30慣れてきて行ってるか行ってないかぐらいの大人の楽しさみたいな、うん、こういう余裕さもあるしね、うん、ちょっとアダルトなこう空気感のアダルトドギマギ山口もちょっと楽しそうよね、うん、ちょっとこう行きつけのバーをこう見つけたりとか ね、うんうん、そういうとこちょっとよく行く本屋さんができたりとか、うんうんうん、そういったところとかねだからまあこれは言うならばドギマギ山口、うん、忘れかけたドギマギ編なるほどね、うん、思い出すんやそう山口くんによってそうですはあいいですねこれはなかなかやっぱはいはいはい、はい、なんかこうそれこそケイティーズ界隈がねケイティーズ界隈がなかなか食いついたシリーズではありましたねなるほどね本当にもうちょっとこう、うん、そういう青春のものみたいな感じで諦めてませんかと、うん、そう離れてたけど、うんうん、まだあるよとそう現実味あるよってうんうん、うん、それをこう思い出させてくれたあなんか素敵なシリーズですね本当にね、 本当にね、うん、そうだから幼少期のさドキドキみたいなさ、はいはいはい、ワクワクな僕夏みたいなやつとかから、まあ、学生のねよくあるような青春系、うん、新卒のねこう頑張りながらとかこういろいろやってる中ちょっと大人になってからもう本当に島工作シリーズぐらいでいろんなね年を取ってもやっていけそうですね本当に、ね、いや面白いですね、続いてのお便り、はい、越川海さんからのお便りです。 ありがとうございます。100年前に命を落とし、うん、幽霊となって世界をさまよい続けるみゆき。どうした何真実の愛を見つけなければ成仏できない彼女だが、うん、誰にも気づいてもらうことができない、うんうんうん、そんなみゆきに初めて声をかけたのは山口だった。みゆきが幽霊であることを知らずに、うん、次第に彼女に惹かれていく山口。気づいてないんや山口君は。みゆきも自らの感情に気づき始める、うんうん、これは恋だと。なるほどね。ある夜、うん、みゆきは山口を100年前に滅んだ古城に連れ出す、うん、古城とかがある世界観だよね、うん、ちょっとヨーロッパ的なね城の屋上で星を見つめながらみゆきは真実を語り出す。みゆきっていうからさ日本やと思ってた。古城とかがある世界観だよ。自分はこの城の姫として生まれ。姫とかいうのがある世界観やっぱヨーロッパではあるんや。みゆきやけど100年前にすでに死んでしまったこと、うん、そして山口と出会ったことで、うん、この世界からようやく去ることができる。ああ成仏できると。でもそれは別れになると、うん、
光の粒に包まれ、うん、目を閉じるみゆき。あ、切ないね。消えかけのみゆきの肩にそっと手を置く山口はささやく、うん、そうなの？いや、教えてくれてありがとう、うん、確かに今肩に手を置いてるというか肩の位置に手を調整して浮かしてる状態やもんねあとこういう時って服も一緒に着て消えていくんやね。透明人間になる時とかも一緒なんかな。いや、それはまた別の話か。あと夜の廃墟って怖いよね。何が怖いって、こういう場所って不良のたまり場になったりする。心霊スポットの怖さってそれないよね。お化けとかよりも結局一番怖いのは人やからね。というお便りいただきました。終わんなよ成仏できんやろ。ありがとうございます。ってなるよそんな。いやー、なか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 山口の山口のディティールがすごいですね、うん、あ、これ千尋マンからのお便りなんですね。あ、千尋マンのお便りね。失礼しました。うん、最後の山口のディティールがすごかった、ね、言いそうではあるけどね、うんうん、言っちゃいがち。いや、いいですね。これはありそうやね、なかなか。まあでもね、本当、うん、だからこうお姫様をね、うん、そうまあドギマギ山口トワイライトプリンス編ね、うん、トワイライトプリンセス編かトワイライトプリンセス編です。なかなか、うん、なかなかこうなんかこれだけで終わりそうで終わらなさそうな話ですね、うん、でもこれでもいいですね。本当最後涙のエンディングかと思ってたら、うん、ちょっとコメディ調にパーンと軽く回して、ね、うん、結局いや、こんなんで成仏できるかい言って、うん、こう一緒にこうこっからもそう ね、うん、ね、幽霊と言えるけど、うん、一緒にいようみたいな感じになるとかね、うん、三谷幸喜さんがね監督してるだけらしいです。らしいですね。あ、ちひろマンから追加のお便りいただきました。 ありがとうございます。ラジオネームちひろマンからのお便りでございます、うん、勇者たちに追い詰められた魔王山口。そう、ファンタジー系もね、うん、死闘の末勇者に最後の一撃を食らう山口、うん、すなよ閉まらんな。いやー、これもなかなかいい作品でしたね閉まるかな。ドギマギ山口食らえーっつってこうなんて最後必殺技を解いてテケテケテケテってこうダメージがね、そうこう出てうろーってなってテケテケテケってこうテキストが出てすなよっつってこうひらがな3文字すなよすなよボーって消えてくるの。それこれなかなか感動的でしたよ。その魔王ほんまは悪いことしてない可能性ある確かにね、そういうノリやと思ってたのにみたいなこのテンションやとほんまにとどめすなよみたいなね。世界を征服してない可能性あるよな。確かに、うん、なんかこうなんかこうすなよ3文字に込められた魔王側の思いそれはちゃうやんみたいな。だからやっぱ、うん、その3文字しかないからこそやっぱドギマギ山口考察班がいろいろこう、うん、あ、なるほどね、YouTube とかで解説を上げてたりするけど、そっか、そのコメディタッチではないんやけど、うん、そのまさかの最後の魔王のセリフがすなよっていう考察がいろいろ飛び交ってますよ、ね、魔王自身はまさか勇者に殺されるわけがないと、うん、そう思ってたのに、なぜ勇者は疑いもなく魔王を殺したのか、うん、これがちょっとこうプレイヤー目線では当たり前に勇者を操作して当たり前に魔王を倒しとどめを刺すっていう、うん、このルールにのっとって動かしていたプレイヤーが、お前ゲームをプレイしてると思ってるけど、ほんまに魔王がこの世界で何をしていたのか拍子抜けしちゃうからね、ちゃんと分かって魔王を殺そうとしてましたかみたいな、うん、こう2周目3周目がね、そうですよ、おもろいんですよこれ。改めてこう正義とは何かという、うん、魔王と呼ばれ、うん、自分は勇者と呼ばれ、うん、山口、魔王山口を殺すのが使命やと、そう正義やと思ってたけど、山口がこの国にどういうことをしていたのか、山口を本当に
魔王だと思っている国民はどのぐらいいましたかと思い出してみてほしい。テキストボックス全部見返してもいい。最初、ね、山口を魔王と見落としがちなんだ。呼んでるのは主人公の勇者と彼だけなんです。これはもう自分でプレイしてほしい。よく見てみるとね、そうなんです、山口を魔王ってはっきり言ってるのは、うん、ね、そうなんですよ。いやー、これ最初見落としがちなんだよね。このねミスリードはすごかった。うん、本当にあそこはもうなんかね、してやられたというかね。そうそうそう、そのこのゲームシステムのこうやっぱファンタジードラクエとか FF っぽい感じの形式とかに乗っ取られて、そういうもんだと思ってやっちゃう、進めてっちゃうんだけど、あれ待ってと、この話って本当に勇者が魔王を倒すファンタジーなんかなって思って、2周目3周目するとまた全然違うゲーム、うん、なかなか本当風刺的な作品というか、ね、そうね、うん、ちょっとこうゲーム界のなんというかセオリーに切り込んだ、そうね、うん、作品でしたね。あれから影響を受けて、あのムーンとか、あのアンダーテールとか、そういうこうアンチ RPG 的なね、そういうゲームがね、あの発想されていったというか、本当多大な影響がね、うん、ですよね、あれはね、素晴らしいですよ。お便り以上でございます、うん、エニックス時代に出てた作品やったなあれはね。まだくっつく前の、うん、上になる前の、うんうん、うん、というわけでですね、はい、お便りの方でもいろいろ案をいただいてありがとうございます。ありがとうございます、先ほど申しておりましたが、うん、福岡壮さんと渡辺匠さんもですね、うん、この案をいろいろ考えてきてくださったみたいなので、まずは渡辺匠さんを紹介させていただきます、うん、タイトル、うん、どぎまぎ山口片思いの大決算恋のキャッシュバック編。キャッシュバック、恋のキャッシュバック、恋のキャッシュバック編、うん、出演キャラクター、うん、山口店長。あー、なるほどね。話のストーリーといたしましてはですね、うん、お店のバイトみたいな感じかな、また、家電量販店山口電機に勤めることになった私、うん、新人の山口に、あ、新任の私に山口店長が家電のイロハを教えてくれる、うんうんうん、で、まあ、このゲームのポイント、うん、一緒に声を揃えて家電量販店ソングが歌えるシンガロンシステム。まあ、山口電機ってね、もうなんかもうちょっとこう、ニアピンな気もしますけど、山口店長とのドギマギイベントが起こると、うん、なぜか鮮明にメロディーが分かるっていう。ドギマギイベントが起こると、うん、店長とのドギマギイベントが起こると、うん、ビッグカメラのポイントがたまるたまる。ビッグカメラビッグカメラって言うんやね。山口電機にしてたけど、ビッグカメラは言っていいんや。家電を使ったエチキモな展開やセリフ、うん、エチキモな展開セリフって何？ドライヤーで髪を乾かしてみようか。ないよ別に、そのまずビシャビシャになることがないから電気屋のバイトで。君の、あ、うん、君のこともっとハイビジョンで見せて、などなど、 あるんかな、いろいろセリフが盛り込まれています、うん、一番の見どころは、うん、山口店長の妙に電卓を叩くのが早くてスケベなところです。おるけど、めちゃくちゃ電卓叩くの早い人、タカ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 タタンタカタカタタンタカタカタンみたいなね、これが渡辺匠さんからいただいたドギマギ山口、うん、片思いの大決算春の、じゃあ間違えた、恋のキャッシュバック編ですね。キャッシュバック要素どこやったんやろうな。いや、なかなかこれもね、うん、やっぱこれからの季節、還元かな、これのからの季節、いろいろね、うん、引っ越しやら、まあ、新生活やらあって。あ、なるほどね、買い替えみたいなね。ちょっと家電買い替えたいなっていう方、うん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 、もう話のストーリーどうでもいいんで、うん、とりあえずあのビッグカメラのポイントカードを連動させてもらってどういうシステムやね、プレイしていただければいいかなと。もうあのストーリーのところはあのスキップしてもらって大丈夫なんで、なんかな、とりあえずポイントを貯めてもらえばいいかな。山口電機は、うんうん、これなかなかいいシステムですね。キャッシュバックがどこなんかね、ちょっとよく分からないですけど、続いて福岡壮さんの、はい、ドギマゲ山口恋の世界対戦編。お、大きく出たな。出演キャラクター、うん、山口大佐、うん、山口
あ、なるほど、ミリタリーものね。山口少佐、山口軍曹、はいはいはい、山口将軍、うん、あらすじ、いろんな地位のね、戦車隊に配属された私と山口大佐、うん、あ、なるほど、だいぶハードコアやな。ぎゅうぎゅうの戦車内で体が近くて熱い車内に耐えきれず上羅になる大佐目のやり場に困っちゃう言うてる場合かな戦車乗り込んでんねんで、もうポイント、前線よ前線、ゲームのポイント、うん、連打で砲弾を発射しよう、うん、言うてる場合かな、そんな私たちの愛のパワーで戦争が終わっちゃうかも、うん愛とか平和とか言ってるけど、そのもうめちゃめちゃ前線やから、その砲弾によってその愛と平和を切り崩してるからね。それは大統領から勲章がもらえるシステムで、うん、戦後もうまいことビジネスを進めようまあね、もうその勝たなあかんからね、そのためにはね、まずね、負けてしまったらもうその勲章どころかね、戦犯扱いになるかもしれないですからね、エチキモセリフ、うん、恋の最前線、その部門は何、異常ありだな、うん、エチキモセルフその2、ね、言うんやろな、俺の車線に入るなよ、死ぬぞ、シンプルな警告やねそれはねほんまに戦場ですから、エチキモやな、普通に注意されてる、それはエチキモゼリフですね、うん、最後の普通に怒られてる軍人でしたよ上官にいや、やっぱこのね、やっぱどこだってんねんみたいな、他のシリーズにないこの男らしい、うん、なかなかパワフルな山口が見れるのがやっぱこのシリーズの見どころですかね。あ、でもそうか、ちょっとマッシブなね、うん、そういうちょっと汗臭いこう、そう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 、男たちっていうのもね、泥臭さもあり、好きな人もいますからね、うん、これなかなかそれこそね、あの、うん、こうあれですね、あのボディービルダー界隈にね、あの人気のなるほどね、がっしりした山口を見たいよみたいな。そうですそうです。だからそのこう仕事ができる系、バリバリ系とか先輩系とか上司とかそういった関係性はあったけど、こっち上官みたいな、うん、そういうのはちょっとなかったからね。確かにね、うん、これなかなか本当にそのぐらい、このシリーズにしかない、うん、そうね、関係性ね、他のシリーズとはちょっとまた違う距離感というか関係性がいいですね、うんうん、ちょっとごめんなさい、うん、いろいろ紹介させていただいたんですけれども、うん、僕が紹介してないやつがもう一個だけあったんで、本当にパパッと紹介させていただいていいですか、はい、そんなあるんですね、ドギマギ山口、うん、083編、083編、うん、登場人物、プレイヤーのあなた、うん、アンガールズ田中大物司会者、うん、その他大勢の著名人、うん、あらすじ、うん、テレビ局にて特番に出演することになったあなた、うんうんうん、番組が始まる前にご飯を食べたりトイレに行ったりすると、うん、大物司会者とたびたび鉢合わせることに、うんうん、あなたは無視して挨拶をせずにゴールへ向かわなければ向かわなければなりません、うんうんうん、見どころ、うん、このゲームのポイントですね、うん、ラストステージのシルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマンスは圧巻、うん、会場が暗くなった時大物司会者の恫喝をうまく避けろ何ですかこれはこれあのオールスター感謝祭であの島田紳介が東京03に切れたやつのオマージュやったんですけどなるほどね、CM 開けた時にこう胸ぐらつかまれてるやつね、そうそうそう番組始まる前に挨拶せえへんかったっていう08編、083編、083?あの調べたら山口県の市外局番が、うん、あの083だったんで山口083で、東京03は東京の市外局番で03やから、そうそうそう、山口県で083ね、そうです、誰が分かんねえの本当はね、うん、あのドギマギ山口感謝祭編とかにしようとしたんですよ。ああなるほどね、いやでも怖いですね、なんとかその業界で生き残り続けて、 そうです、その大御所が、芸能界引退するまで持ちこたえないといけないね、かなりの超大作、うん、だいぶ粘って粘って、うん、そうですよね、こう笑いに変えれるまで生き残んないといけないですから、うん、エンディングまでがすごいプレイ時間をかけないといけない、うん、いや大変らしいですね、うん、以上でございます。僕もちょっと新作のね、あのやつなんですけども、俺はね本当にコンビを組んで、うん、
こう M1 に出場するっていうね、うん、まあこれあの舞台をねやっていた山口なんて君だったりとかコントをやったりとかね、うん、お笑いも大好きなこう山口君のそ、まあそのイフルートみたいな感じでこう相方と組んでやるんだけど、あのね難しいのが最初に山口君ちょっとピンで売れちゃうんですよ。あコンビにもね、そうそうありがちな問題ですよ。その上でだから恋愛関係というよりもこうコンビ仲みたいなのとか、うん、どちらかというとこう友情というか、そうそうそう仕事関係者との関係性とか、うん、その辺を器用にやりながら、はいはいねうん、こうネタ作りもしないといけないしみたいな感じで難しいですよやってて、でももちろんピンの仕事も続くから一人でやれるこうモノマネとか一発ギャグみたいな芸とか MC やらされたりとかするから、うん、そのもこう回していったりとか、うん、いじられた時のやつだから、そうその辺のねトークを回していくのはリズムゲーみたいな感じになっててねこうみんなにこう回していけるみたいないろんなゲームシステムがあるんですけども、まあ、やっぱり2人で頂点目指そうよっつって、そりゃそうですよ漫才ですよ、こう、漫才でね2人でこう M1 に出るんですけど、うん、まあこう決勝のところまで行きながらも、うん、まあなかなかこううまいこと結果が触れずに、はいはい、まあ解散してしまうというか、まあ、無期限活動を休止、はいはいはい、してしまって山口くんは、まあ、その後一人でこうまあなんとか芸能界生き残り続けるかっていう、うんうん、これがね今までドギマギ山口なんとかって言ったんですけど、これだけねちょっとタイトルが違って、どんどこどん山口っていうタイトルになってまして、これもう完全に、うん、この山口くんはねまあ友光です、ね、山口通称まあみんなからは山口くんって呼ばれるよりはぐっさんって呼ばれるものが、うん、どんなことも山口っていう、これが、ね、本当に難易度が高いって言われてるね、高いです、うん、コンビ仲がねほんまに悪いのはこれ、うん、コントとかもねいろいろやって、そうそうやったんやけど結局ピンで売れちゃうっていうね、うん、いろんなプレイヤーがコンビでトップ立てるルートをね目指すんやけど、どうしてもねなんかこうちょっと CM 出演とか、うん、一発芸とかモノマネとかで ね山口くんだけ売れちゃうのよね、朝の番組とかね、いやそうなのよ、そう、うん、音楽活動とかもねすごい大ヒットしちゃって売れちゃうから、うん、売れちゃったからね、うん、いろんな携帯模写とか、そうやっぱ舞台やってたからさ、そういうパントマイムとかもうまいわけよ、そう、ね、うん、そうなのよ、そこでねやっぱその曲もねだいぶ売れちゃって、その言ったらねフェスみたいなでっかいライブやったりとか、当時のバレ世界バレーのね主題歌になっちゃったりとかしてもうね、これ本当に難しい、誰もね今のところクリアしてないんですけどね、と思ったらね一緒に音楽活動をやってた先輩がなんかテレビ引退したりするからね、うん、そうね、うん、難しいですよね、ほんまにね急に焼肉屋始めたりするから、ね、だ最初ねゲームのオープニング「どんどこどん山口」って出るんですけど出るんですけど、エンドロールバーッと流れて最後もう一回タイトルロゴが出るんですけど、最後のエンドロールのタイトルロゴの時には「どんどこどん」の文字が消えて「山口」だけになるっていうねあれが切ないのよ ね、 切ないね、エンディングの演出がね、うん、どんどこどん山口が山口になって終わるっていう、悲しいね、悲しいのよね、回避できないのよねあれがね、うん、回避できるルートを未だ誰も見つけれてない誰も見つけれてないのよね、うん、悲しいね、うん、近々ですね、いろいろ今回出た山口のこのドギマギ山口案から新しいジングル作ろうじゃないかと、あいいですね、思っております。今のところね、うん、多分話聞いた感じ、うん、どんどこどん山口が一番有力なんじゃないかなと行きます、モノマネとかこうオトマネとかできますそこが一番有力なんじゃないかなって思っております、うん、M1 の出囃子のミキサーをこうふーっとフェーダー下げるやつとかできます、うん、というわけでこうご期待ということで、はい、皆様お楽しみくださいませ、というわけで、もう今回はね、この配信の拠点にしている湯気からのお知らせでございます、はい、湯気ではスーペーツのレンタルや、ね、利用など相談お待ちしておりますのでね、各 SNS、ツイッター、インスタグラムからの、ご連絡相談などお待ちしております。そしてですね、はい、前々から告知しておりますマインドトレイルというイベントで、うん、絶賛展示中でございます、はい、下北山村エリアで意思疎通センターというね、企画をやっておりまして、その中で、7名のね
展示をしております。そしてですね、そのマインドトレイルの会期中に、我々ユケのチームがですねワークショップをやらせていただくことになりまして、10月15日、日曜日の午後、1時から、その意思疎通センターをやっている、ね、南都銀行跡地にて、はい、ワークショップを開催します。そちらでは石オークション奈良編です。石奥、またあちらの会場の方でもやらせていただきます。石奥奈良編でございますよ。またね、あの京都で石奥奈良編やった時やった時とはまたちょっとね、あのプラスアルファでやることも増えまして、はい、もう手ぶらで来てもらっても参加できるような、そんなルールになっておりますので、ぜひ、もし奈良に、ね、来られる方、車で会場まで来れる方とかはね、うん、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。以上でございます。はい、番組メンバーからのお知らせもあるみたいです。はい、何ですか、うん、誰ですか番組メンバーって。うん、4人しかいないでしょう。カンペが泥棒っておりますよ。いや、たくみさんからね、何かお知らせがあるのかと思ったら、うん、番組としてのお知らせのことでした。番組としてのお知らせでした。今回の配信はですね、Apple と Spotify の各ポッドキャストから本編にはないアフタートークもつけて後日配信予定でございます。次回の配信は約2週間後の、10月20日、はい、金曜日の22時を予定しております。今回なんだかんだ23時スタートになりましたけど、はい、次回はまた22時スタートにね、はい、やりましょう。よろしくお願いいたしますので、次回の配信テーマは楽北阪急スクエアのここがすごいです。リスナーからのお便りでは楽北阪急スクエアについてのここ、楽北阪急スクエアについてここが好きだとかここがすごいだとか、あとはあなたのね、好きな商業施設ショッピングモールについての話だとか、いろいろお便り待っておりますので、よろしくお願いいたします。フォームからぜひぜひお送りください。普通オタでも大丈夫でございます。楽北シャンディランデブーをね、そうです、作って送っていただいてもいいですし、まあ、楽北スクエアはね、まあ下鴨湯気の近くにあったちょっとちっちゃめのショッピングモールっていうかね、阪急系列の、ところがあるんですけども、そこがね、すごいいい場所でして、 そこのね、あの HMV が閉店するらしいらしいですね。で HMV 自体はもう京都府からなくなるみたいですね。うん、そうそう、寂しいですね。もう本当にね、歴史が動こうとしてます。なので、まあそれもタイミングもよく、次回にできるということで、私たちも胸を高鳴らせております。京都の、ね、方はぜひ楽北スクエア、まあ、旧カナートという名前でしたけど、あそこでの思い出、ある方はぜひ送ってください、そして、楽北阪急スクエアは知らないよという方でも、ショッピングモール的な、そういった場所での思い出とかね、まあフードコートであったりとか、でかい本屋さんであったりとか、のカード出す系のゲームがバーッと並んでるところであったりとか、子供を預けられるクッションの遊具だったりとか、なんかああいったこうちょっと小ぶりな地方の中心部から離れたあたりにある中くらいのショッピングモールの思い出とか、ああいったモールのこういう場所が好きですとか、そういった話をねぜひ送ってくれたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またドートでは番組送る場を更新中でございます。嘘つけ、してないね更新ね。全然してないね。僕は一回も書いてないかもしれない。下手しい。ちょっとね、本当に最近危機感がなくなってきたんで、なんとか、更新できるように頑張ります、そうですね、あ、そうですね、この間ピザ会やったんでね、なんかそのピザ会関連のやつとかもあげれたらいいななんて思っております。そうですね、TikTok もやっておりません、最近は。これも頑張ります。確かに更新してないです。すずりで番組グッズも売ってます。これはやってます。これはやってます。いつでも買えます。これはあのもう一回やったらもうずっと勝手にやってくれるんで、ガンガン買ってください。そうそう、やってくれます。いろいろこうね、まとまった情報が番組のウェブサイトに載っており、リンクから飛びますので、ぜひチェック見せしてみてください。はい、で、一番このねレスポンスがある、レスポンスがある、最新情報はですね、タイムリーな情報を受け取れるのはツイッターになっております。 ID がうたたねアンダーバーポッドキャスト、あ、
QX でございますね。あ、間違えました。新 X、 新 X ですね。旧ツイッター新 X でございます、うん、ID がうたたねアンダーバーポッドキャストでございますので、ぜひ確認&フォローをよろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてこの YouTube の配信をやっておりますので、この YouTube のチャンネル、ディズニーワークスのチャンネルも、チャンネル登録していただいて、このアーカイブの動画には高評価をよろしくお願いします。うん、そして、うん、長いね、長いよ挨拶が。あと何ですか、あと何すればいいんですか、あと、どんな提供がいるのかな、協力者はどんな人たちがいるのかな、今夜もどんな人が協力してくれてるのかな、あとなんかもう一個やってほしいことがあったんですけど、うん、忘れました口コミをね広げてください。あ、そう、口コミを広げてください、うん、というわけで今夜も、うん、小西と山口のうたたねは、うん、カーリン、セットフリー、花柄ランタン、浅田匠、うん、イプクコヒー、うん、台風クラブ、うん、中口寛太、うん、ヨーロッパ企画、うん、南極ゴジラ、鈴木英美、うん、映画アイアムジャム、ピザの惑星危機一髪の協力で、京都の東山にあります湯気からお送りいたしました。いやー、今日はねもう大盛り上がりでしたね、うん、いろんな山口くんの姿が見れて、いやー、ほんとね、うん、もう冒頭番組始まる前はね、正直、うん、やる必要あるかなって思ってた確かにちょっと今回の企画消極的でしたね、うん、山口くんはね。いつもだったらまあ1時間、うん、1時間半前ぐらいに来てるけど、うんうんうん、今日はね本当30分前ぐらいに来ましたからね何がドギマギ山口やねんつって、冷静になればなるほど意味わからんって言ってましたけど、まあやりだしたらまあまあまあなんだかんだね、楽しかったです、ね、うん、盛り上がりましたね、良かったです、うん、これほんまに何個かマジでプレイしたいですよ僕は、うん、魔王と勇者のやつとかそうですね正義とは何かを、うんうん、あとワンチャンガブリシステムね、そうね、あと軍隊のやつ、あ、軍隊のやつもあれもなかなかいいですね、うん、だからほんまに戦争には勝たないといけないわけですからね、そうですね、命がけの戦いをしながら共感とこう恋の関係みたいな、そう、本当命がけの恋愛ですからね、これはなかなかハラハラします、吊り橋効果ですからね、うん、いいですね。あとほんまに2人で M1 頂上取れるパターンがあるのかどんなこと山口もうちょっとプレイしてみたいね、これはね、ぜひ皆さん、皆さんもプレイしていただきたい、うん、というわけで、今後のグッサンもお楽しみにということで皆さんおやすみなさい